なんかめっちゃかっこよさげに言いよるけど、変態よね。これまでのあらすじ。レッドオーブを手に入れたアイラとカミュ。過去の医師の村で祖父テオから受けた助言に従い、二人は実の母であるユグノア王妃の手紙とテオからの手紙、そして旅立ちの祠の扉を開くという魔法の石を手に入れた。なぜ自分が悪魔の子と呼ばれ追われる勇者となったのか、すべての真実を求めるため、アイノは神と共に旅立ちの祠を目指す。そこへ突如現れたグレイグ率いるデルカダール兵が追撃を仕掛けてくるが、魔法の石の力によって祠の扉が開かれ、二人は危機を脱する。旅の扉を通り、アイノと神が降り立ったのは見渡す限り何もない荒野であった。お、よくぞ戻られたアイノ殿。おう神よ、この者たちに聖なるご加護のあらんことを。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。とりあえず何かしらその辺に小村の里、きっとそこへ向かうんだろうきっとそこへ向かうのだろう。小村、ん？ここ？この上？この上じゃないよね、崖登れんわな。こっちか、ここから行くんか。へい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 、一発。あ、逃げた。一匹逃げた。お、スライムベースが宝箱を。薬草を手に入れた。やったねー。お、消えた。消えた。あ、全然先の方やん。え、めっちゃ先の方やん。これって馬もこっちの方まで来てくれるんかな。鐘を鳴らすようなところがないんよね。ん？これは？看板。ホムラの里、荒野の祠。荒野の祠っていうのはあれ来たところよね。きっと、あの門か？ん？あの門っぽい？ね。これもなんか、こんな寂れた場所まで来たのに何もないと落ち込んでいるあなた、さぞかしお疲れになったでしょう。そんな時はぜひホムラの温泉へ。あなたの疲れ癒します。こちらホムラの里。お、鹿。これは喋らないな。え、特に何もない。チラッとこっち見ただけやった。村みたいな感じ、ホムラの里。泊まるとこがあるだけかな。お、お、なんか和風な感じやね。温泉や、温泉。上の方とかなんかめっちゃマグマが。やれやれ、やっと人のいる場所に着いたぜ。追っ手の姿は見えないようだが、これからどうしたもんかな。おやおや、お兄さんたちは見たところ旅の方のようですね。いやー、いい時にいらっしゃいました。私、つい先日里の奥の方で虫風呂屋を開店したばかりでして、今でしたら先着100名まで無料でご入浴いただけます。この機会ご利用されないと損ですよ。おい、悪いけど俺たちは風呂なんか入ったり暇はないんだ。客引きだったら他は当たりな。ダメですよお客さん、どんな時でもお風呂はちゃんと入らないと不審者に思われちゃいますよお、匂いが。確かにちょっと匂うかもな。風呂なんてこの先もあるかわからねえし、入れるうちに入っておっか。なあ、いいな。せっかくのチャンスだから、今のうちに汗を流していこうぜ。俺は先に行ってるからな。全然ノリノリやん。はい、一名様ご案内。さあさあ、こちらでございます。あ、足元気をつけてくださいね。罠とかじゃないよね。普通に温泉よね。ホムラの里。ん？旅人さんなんて珍しいな。ここはホムラの里。火山と共に生きる里だ。あんたと一緒にいた青い髪の兄さんなら、虫風呂の方へ向かっていったぜ。道具屋近くの階段を登った先だ。なんか今すごいこの人見回しよったけど、あたりを。
新たな武器の仕入れ先を探してこの先までやってきたのですが、いやー、ここの鉄はなかなか質がいい。あなたも食べぬことですかな。それでしたらここの武器をおすすめします。ぜひ見ていかれると良いでしょう。お、強くなれます？道具屋の近くの階段、これか。これ？これなの？お、なんか始まった。え、なに？痛い！え、誰か。かわいい！小さい！ちょっとレディーには優しくしなさいよ。乱暴な男はモテないわよ。ああ、もうピーピーうるせえな。悪いけど今は忙しいんだ。ガキの相手をしてる暇はないんだよ。何よ、マスターと話すくらいいいでしょ。マスターならはぐれちゃった妹のこと知ってるかもしれないんだってば。ここはガキの来る場所じゃねえんだ。迷子の相談なら里の入り口に詰め所があるから、そこで話を聞いてみな。ふん、わかったわよ。マスターなら話が通じると思ったけど、こんな石頭がいたんじゃどうしようもないわ。何歳なんやろ、めっちゃ小さい子やけど。でも言いよることはすごい大人みたいな感じよね。あれ？あんたは？ねえ、名前を聞いてもいいかしら？いいよ、いいよ。てか自分が名乗れ。ふーん、アイナというの。なるほどね。あんたとはもう少しお話したいんだけど、今はいなくなった妹の方が心配。里の中を探してからにするわ。ねえ、超大人っぽいよね。まさかこんなところであんたに会えるなんて、運命ってわからないものね。実は中身はおばちゃんとか。まったく、子供のくせに一人で酒場に入ってくるなんて、最近の子はマスターやからな。ところでお兄さん、旅行できたのかい？虫掘りに行くのがおすすめだぜ。お、みんなおすすめしてくるのね。これ酒場？あ、マスターっすか。ほっほっほっ、慌てんぼうだね。お店が開くのは夜からだよ。また日が暮れてから来るといい。あ、そっか、そういうところもなんか、時間経過であるのね。お、掃除中。さっき小さい女の子が一人で訪ねてきたらしいの。なんでも妹を探してるそうだけど、何かあったのかしら。心配だわ。一緒に探してあげたらいいのに。まあ、仕事優先か。で、どこだい？あ、こっちは別になんもないわな。あ、こっち？お、おばあさん。おや、旅人さん、虫風呂に用かい？それならこの階段を登って、まっすぐ進んだ建物の中にあるよ。ありがとう。妹って言ったけど、さっきの小さい子たちは違うんかな。そんな大量じゃないか。お、なんか豪華そうな服を。おほほほほ、ここの虫風呂は美容にいいと、アテクシアって。アテクシたちデルカダールの貴族の間で、とっても評判になってるざます。まあ、ちょっぴり貧乏臭い建物が気になるざますが、楽しみざます。いいやんね。風情あるやんね。お、猫。眺めるだけですか。よし、じゃあとりあえず。めっちゃ寄り道をしつつの、あ、さっきの人やね。お、里の入り口でお会いした方ですね。お連れ様ならつい先ほど、牛風呂へご案内したところです。ここでお着替えをして虫風呂をご利用されますか？ぽい。おう。それでは少々お待ちください。アイナは虫風呂に入るための服に着替えた。あ、服なの？虫風呂は奥へ進んだ部屋に入り口がございます。ごゆっくり おくつろぎください。奥に、こっち女、男こっち？かな？色的に。色的に。あ、これ扉なの？おお、着替えるとこここにあるやん。なんで入り口で着替えさせられたん？あ、おったおった。よう遅かったな、アイナ。ここの虫風呂はなかなかいいぞ。疲労。客は俺たちしかいないらしい。せっかく貸し切り状態なんだから、ここで一息ついていこうぜ。ね、超ノリノリやん。しかし俺たち、これからどうするか。追っ手がここに来るのも時間の問題かもな。ところで、お前少しはこの里を見て回ったんだろ？何か気が付いたことでもあったか？何も気がつかない。
何も気がつかない。なんだよその顔。さては何か俺に隠してるな。いいから教えろよ。知らねえ。妹を探してる女の子を見たって？ああ、その子なら俺も見たぜ。酒場で聞き込みなんてませてるよな。でも中身大人っぽかったよ、なんか。妹か。まったく、出来の悪い妹を持つと、兄ちゃんや姉ちゃんは苦労するよな。自分にも妹が？ねえ。おい、何か喋ったか？喋ってないよ。ねえ、どこなの？さっきの女の子？え？おい、こいつはもしかして、幽霊？どこなの？どこに行っちゃったのよ？さっきのこの妹じゃないよね？なんだ、驚かせやがって。お前こんなところで何やってんだ？私、宿屋で待ってたのに。お風呂に行くって出かけたまま、もうずっと帰ってこないの。どこに行っちゃったの？ひどいよ。え、なに、誰が？はぁ、迷子ってやつか。なあ、いいな。酒場の前にいた女の子が探していた妹って、もしかしてこの子なんじゃないか？さぞ心細かっただろう。かわいそうに。俺たちで何とかしてやろうぜ。お、優しい。なあ、ちびちゃん。お前の名前は何て言うんだ？ヒック、ヒック。私、ルコって言うの。よし、ルコ。お前の家族に会わせてやるから、俺たちについてきな。え、結局この子は何？生きてんの？ほんと？ありがとう。でもなんか扉すり抜けてきたよね。多分。え、じゃあ幽霊なんじゃないの？お、ついてきてる、ついてきてる。同じような髪型してるじゃねえか。お、蒸し風呂で汗を流した後は、ここで一杯やるのが最高なんだ。これがあるからホムラの里はたまらんね。いいっすね。お、なんだ？おー、いいね。おー、いいねはいいんだけど、ここはどこですか？あら、素敵なお兄さん。パッパフはいかが？たったの20ゴールドよ。え、こんなところに。おなじみの。どう？いいでしょ。ん？これでおしまいよ。どうもありがとう。また来てちょうだいね。初めてのパフパフ。パフパフを初めて体験した者に贈られるめでたいのか？めでたい称号。なんかあのお姉さん、この女の子に似とるね。微妙に。え、てかなん、あ、こっちじゃなくって出てくる場所が違うってこと？こっちじゃな、あれ、こっち女の人の方ですか？あら、やあね。女湯に入ってくるなんて、お兄さんったら大胆なのね。まあでも服着てますから。聖水を手に入れた。お、こんなところで。ね、服着てるからもう女の人も騒ぎもしないじゃないか。ただこの着替えの場所はちょっとあれやけど。男湯から入って、女湯から出てくるっていう。まあお兄さんったら、どこから入ったんですか？そちらは女湯ですよ。女性のお客様もいるのに困ります。さあ、早く出てくださいな。だから出てきたんだよ。飽くなき探求者。飽くなき探求心によって未知の領域にたどり着いた者に送られる称号。なんかめっちゃかっこよさげに言いよるけど、変態よね。なんかめっちゃかっこよさげに言いよるけど、変態よね。飽くなき探求心じゃねえわ。外に出ます。そんなことまで選択肢で決めるの？普通に出させてくれれば。なんかこの人落ち込んでない？実はさっき虫風呂屋で幽霊みたいな声を聞いてな。慌てて抜け出してきたんだ。あんた虫風呂に入ってきたんだろ？なんともなかったのかい？はい。そうかい。それならよかったな。もう怖い目に遭うのはごめんだ。二度と虫風呂の中には入らねえぜ。こんな可愛い女の子だから全然大丈夫やと思うけど。とりあえず、あの女の子はどこに行ったの？妹を探しにどこへ行ったんだい？何これ、金？こっち行きよったよね。あ、あれか。
あれじゃない？なんか、街の入り口に。なんか超言い合いみたいなしよるけど。どうしたどうした。お、いたいた。相変わらず大人相手にガミガミやってるぜ。話にならないわ、的な感じ。あ、やっぱり。まったく点で話にならないわ。この里の連中、どいつもこいつも石頭ばっかりなんだから。あら、あんたはさっきの。よう、ちびちゃん。俺たち、お前が探してる妹を見つけてきてやっつれ。ほら、お前の姉さん、お前の姉さんだろ？姉さんって言った。そんなところにいないで、出てきな。見えます？この子。私。誰よ、その子。私、そんな子知らないけど。何？私、一人っ子だよ。いなくなっちゃったのは私のパパだよ。お父さん。もう、なんなの、あんた。人の話もろくに聞けないなんて、どんなひよっこちゃんね。なんだと、このチビ。お前の方がガキじゃ。とにかく、その女の子も迷子みたいだし、このままじゃ拉致が開かないわ。ねえ、アユラって言ったわよね。悪いけど私を、サコヨのマスターのところまで連れて行ってくれない？いいよ、別に。ありがとう。私一人でサコヨに入れないけど、あんたたちがいれば、なんとかなるはずよ。私はベロニカっていうの。この子と一緒についていくから、あとはよろしくね。こんな頼りないお兄ちゃんたちに振り回されて、心細かったでしょ。もう大丈夫だからね。あ、ありがとう。あの女の子より小さくない？たく最近のガキは生意気すぎるぜ。さっさとこいつらを酒場に届けて、俺たちは先を急ぐとするか。何、酒場に預けるの？迷子センターじゃないよ。酒場は迷子センターじゃないのよ。あっこやんね。この人は？おや、そこにいるのは酒場の求人で追い出されってことじゃないか？何？酒場に行くだって？酒場ならこの階段登ってすぐのところさ。大人が石なら追い出されないと思うけど、冗談でもお酒を飲ませたりするんじゃないよ。大丈夫です、そのあたりは。ね、未成年にお酒を飲ませてはいけない。しかもこんな小さい。頼もうって感じ。おや、いらっしゃいま。あ、お前は。コリモセスまた来やがったな。子供が一人で酒場なんぞ。俺たちの連れが何か。あ、いや、こいつは失礼しやした。大人がいすなら大丈夫でさ。どうぞゆっくりしていってください。態度が変わった。そういうことをするから言われるんだ。こんにちは、マスター。こちらの席、かけてもよろしくって。貴婦人やん、喋り方。ほっほ、元気そうなお嬢ちゃんだ。ご注文はマスターの気まぐれ昆布茶でいいですかな？お気持ちはありがたいけど、今はゆっくりしてやる暇はないの。私たち、人を探しに来たのよ。担当直入に聞くわ。私と似た格好をしたセーニャって子が誰かを探しに来なかった？セーニャ。セーニャね。おお、あのお嬢ちゃんなら、うちにお姉さんを探しに来たけど、いないと分かって里を出て行ったよ。おお、里自体から出て行ったのか。そう。セーニャはどこに行くって言ってた？西の方にお姉さんがいる気がするから、そこを目指すって言っていたっけね。なんとも不思議な子だったな。お姉さんがいる気がする。西の方？ああ、もう入れ違いだわ。セーニャは私を助け出そうとして。そこへ連れて行けと。実は私、虫ぼろに入っていたところを魔物にさらわれちゃって、今までそいつらのアジトに閉じ込められていたの。せっかくそこから抜け出してきたのに、今度は妹のセーニャが魔物のアジトに行っちゃうなんて。ねえ、アイナ。あんたたち、ただの旅人じゃないでしょ？聞かなくても私にはわかるわ。今はまだ詳しい話ができないけれど、お願い。どうか何も聞かないで、一緒に妹を探してちょうだい。なんかすげえ都合いいけど、まあ。ありがとう、アイナ。あんたならそう言ってくれると思っていたわ。お姉ちゃんたち、行っちゃうの？ルコも一緒に行く。
子供は危ないからダメ。あなたのパパについては心当たりがあるの。必ず連れて帰ってくるから、いい子で待ってて。お、心当たり？え、魔物のアジトにってこと？お前だって子供じゃねえか。ちゃんと俺たちについてこられるのか？私を誰だと思ってるの？聖地ラムダからやってきた最強の魔法使い、ベロニカ様よ。むしろあんたの方が私の足を引っ張らないように気をつけてほしいくらいだわ。お、魔法バンバン使ってくれるかな。さあ行きましょう、アユナ。魔物のアジトがあるのは、こっから西の地下に広がる大きな迷宮の中よ。きっと青年も迷宮の中にいると思うの。西の海岸あたりに迷宮に入り口があるはずだから、ひとまずそこを目指しましょう。私知ってるのよ。あんたが何者なのか。私の期待を裏切らないでね。やっぱり絶対実年代違うってあの子。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。